札幌市に限定をしてステージ4相当の強い措置を講じることといたしました。札幌市民の皆様を含め札幌市内に滞在をしている皆様は感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出、そして札幌市外との不要不急の往来を控えていただきたいと思います。次に札幌市以外のお皆様に対するお願いであります。感染リスクを回避できない場合、札幌市との不要不急の往来を控えていただきたい。また飲食の場面でのリスク回避、こちらを徹底していただきたい。感染リスクが回避できない場合について具体的な事例についてご説明したいと思います。まずですね、場所の確認です。その利用する施設が新北海道スタイルを実践をしているのか、次に行動の確認、この人との距離が取れているのか、またその会合などは長時間に及ぶものなのか、確認をしていただきたい。で最後は飲食の場面、5人以上の人数でマスクをしない、また2時間を超えるような長時間に及ぶ場面、こういったことがリスクが高まりますので、この集中対策期間、この期間は避けていただく。本日から27日までの間、11月中になんとかですね、この感染拡大を食い止めていかなければならないということでありますので、ご協力を心からお願いを申し上げます。